皆さんこんにちは。ダーリングプレミアミンツ銀座の木又翔です。今日は6月よりスタートした新メニューのドクタースカルプを動画でご紹介していきたいと思います。まずこちらの専用のエッセンスを頭皮に10プッシュから15プッシュつけてなじませていきます。主に、生え際や頭頂部などの気になるところにつけてあげるのがポイントになっていきます。で全体を軽くなじませていきます。こちらのマッサージ機ですね、ドクタースカルプというマシンを使って頭皮全体に刺激を与えていきます。レベルが1番から4番までありまして、最初は低レベルの1番2番を使って全体をなじませていきます。最初は前の方から後ろの方に溶かしていくようになじませていきます。頭頂部の方が気になる方が多いんですが、頭頂部は筋肉がないので、どちらかというと側頭部の側頭筋のあるあたりを刺激してあげることで、より全体に効果が高くなります。人によってはちょっとビリッとする感じがある方もいらっしゃいますが、問題はございませんので安心してください。ある程度全体をなじませ終わったら、今度はレベルを少し上げていただいて、ポインティングマッサージといってツボ押しをするようなイメージで部分部分刺激を与えてあげるとより効果的になります。1回あたりの施術は約10分になりますので、これをできれば週に1回、もしくは2週間に1回、最低でも2週間に1回ですね、サロンに来て施術をしていただくことで、より3ヶ月後の効果がかなり高いものになりますので、ぜひ興味のある方はサロンにお越しいただければと思っております。10分間マッサージが終わりましたら、これでドライをしてブローをして終了となっていきます。お家でも専用のエッセンスを使っていただくとより効果的ですので、3ヶ月後を目指して一緒に頑張っていきましょう。これがドクタースカルプのご紹介でした。